こんばんは。やっほー。こんばんは。ひらちゃん、ふるしき、プラチナさん、ハート、さやかちゃん、クマンドイッチ、ありがとうございます。ハロラン。そう、ちょっとやってみた。やっほー。髪すいた。あ、うん、よく忘れて、前髪はちょっとだけそう薄くした。わかる？でもサイド薄くなってないけど、ちょっとね、今上に結んでるから薄く見えるかも、こっち側が。わからんけど、そう、前髪ちょっと伸びた。もうね、面白くはない前髪になりました。前々ちょっと面白かったけど、前髪が。こんばんは。うん、そう、髪伸びるの早いんですよね、ラメちゃん。雰囲気違いますねって。そう？え、どう？よくなってる？いつもより。こんにちは。前髪かわいい。あ、ほんまに？イエーイ。前髪伸びるの早いし、それはある。白飛びしてるなって。そうね、やっぱ黒の服着てるから白飛びはします。でもなんか白の、真っ白の壁で配信してたらすごい白飛びしやすいんですけど、こういうね、茶色の、なんか茶色っていうか茶色やったら白飛びしにくいんですよ、壁が。っていうのを1年、まあ前、ずっと前から1年半ぐらいの配信で学びました。かわいいじゃん。お、こんばんは。髪の毛が伸びるの早いのあれだよ。どれ？痩せた？ほんまに？やった。こんにちは。髪型変えた。そう、ちょっとリンゴちゃんにしてみた、今日。気分で。ランちゃんですか？ランちゃんです。海の日2回公演。あ、15かな？そう。久しぶりのパジャドラ2回公演でした。明日、明日じゃないよ、間違えた。15。こんばんは。明日当選しました。おおい、大丈夫。明日は北澤咲さんが出演してくださいます。初めて一緒に公演、わらんは出ますね。すごい。あ、でも13周年公演の時に同じ曲なら踊ったことはあるんですけど、公演自体は初めてですね。ランちゃんになりたいんですけど、どうすればいいですか？どうしたらいいんやろ、わからん。さいかちゃんとしこちゃん、ハートありがとうございます。こんばんは。前髪いい感じになった。急やけど。かまってほしいのかな、ポンちゃんって。なんか分からんけど、なんか泣いてたね。膝の上にいませんよ。音出ないけど見に来たら、ありがとう。なんか軽い手話できたらいいな。いや、マイケルさん、ありがとうございます。マイケルさん、 Thank you ペンギン。
マイケルさんはこの間これだっけ。センキュー。ペンギンって英語でなんて言うの。ペンギンは英語でなんて言うのかな。センキューペンギンありがとうございます。ありがとう、嬉しい。お、ちょっと書きますね。ペンギンのまま。ペンギンありがとう。ペングイン、あ、オッケーオッケー。ちょっとねグインっていうペングインね、了解こんばんは、こんばんは。見てこれね、これ紙薄いからね映るんですよ。だから一個書いたらね書きやすいのっていう誰得情報。ありがとうございます、こんばんは。梅雨やだな。なんかさ雨の日とかなんか外行かれへんからなんかすごい嫌じゃない、雨の日。梅雨ってさ、でももう7月ですよね。梅雨ってさ世間一般的に何日までが梅雨なんですかね。梅雨がいつまで続くの。あれ青ペンがない、あった。シャキーン。ケンタさんハートありがとうございます。7月半、そんなに。もう梅雨嫌や、なんかさ梅雨嫌だよね。下旬、え、そんなに。え、7月下旬ってこと。そんな続くん。今は7月の中旬か。てかもう7月の中旬なんです。最近でもちょっと涼しくない。やっぱ雨のせいなのかな。別せいってよく嬉しいけど、涼しいの寒い方が好きやから、どっちかって言ったらね。うん、そう、髪の毛がねセットしてもヒャってなるから梅雨はねあんま好きじゃないね。まあ梅雨好きな人ってあんまいなさそうやけど。猛暑は一番嫌い蘭はね秋が一番好きです。なんか服装とかもね秋が好きなんですよ自分ね。カエルぐらいは、確かにカエルは梅雨好きよね。海系は好きなんじゃないかな。なんかさ雨の日にみんななんかすることとかないの、なんか。でも知らぬ間にもう次のなんか冬になってそう。分かんないけど、あ、確かに。でもね秋って食欲の秋やからすごい天敵食べたくない。夏とかねあんまりね物食べたくならんからちょうどいいし、最近別に食欲そんなにないからちょうどね都合いいんですけど、食欲の秋は嫌ですよね。もうマジでいろんなもん食べたくなる。今ペンギンが描けました。なんかカッポーさんみたいなんかペンギンだけやったらうん、秋春さんバラありがとうございます。寝てるそれは神。
袋ペンギンにしえもうちょっとねペンギンは終わっちゃったかぐん、もうちょっとで終わります。どうやったっけこの間まとめてくれたからどうやったか書こうか。でも夏は冷やし中華とかめっちゃ美味しいよね。てかあのメール取ってくれてる人は呼んでくれたかなとか思うんですけど、プラメあの、まあ、最近っていうか、まあ、昨日やって美味しかっただけなんですけど、あの豆乳あるやん、みんな知ってるさ、あの緑のパッケージのなんだキッコーマンの豆乳、その豆乳を、まあ、普通のあのペッちっちゃい 200ml のやつでいいんですけど、それをねあの鍋でめっちゃあのね鍋で なんて言ったっけ、言葉が出てこない、煮るんですけど、で鍋で煮てそれにえのきを、まあ、適当にちじゅって好きなぐらい入れるんですけど、それで本だしちょっと入れるんやけど、マジでうまいし、別にマジでてなんか体にいいじゃん、まず大豆の時点で。えマジでおすすめ、食べてほしい、みんなやってみて、ほんまに美味しかった。なんかあの豆乳が嫌いな人はちょっとあれかもしれんけど、なん豆乳飲んだことなくて今まで、で初めなんか他の味の豆乳は飲んだことあったんですけど、あのリアルっていうか一番代表格のあれを飲んだことがなかくてやったんですけど、めっちゃ美味しかった。なんかあのランお正月のラン雑煮白味噌の家なんですけど、なんかバーバが奈良なんですけど、奈良が白味噌で、白味噌が美味しいのが有名なのかな、わからないんですけど、でずっとお雑煮が、あのランはね白味噌派の家なんですよ。でラン白味噌大好きなんですね、お雑煮のお餅とか入れるやつの、めっちゃその味になってマジ美味しかった。やってみてください豆乳鍋、あそうそうそういう、そういう感じかも。そうすごい美味しいのよ、美味しかったです。よしできた、じゃん、マイケルさん、ペンギンタワーありがとうございます。センキューペンギン、かけました、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。いるかなセンキュー、ありがとう。みんな赤味噌か白味噌どっちなの。赤味噌のお雑煮食べたことない、あるかな、お汁粉とかってあるけど、お汁粉とお雑煮はい、あすごい飛んじゃうようが、ありがとうございます、 Thank you。 アンケート、あいいよ、面白そう、じゃあアンケートしよう。じゃあ1番が赤味噌で 2番が白味噌ね、別に何になるわけじゃないけど、ちょっと面白そうやアンケートします。 1番はい、アンケート開始。1番が赤味噌、2が白味噌、みんなどっち派ですかあれ全然飛んでこうへん、あれバグってる、全然玉こうへんねんけど飽きたみんなよかったら参加して、全然どっちでもいい決まったところで別に何するわけでもないんやけど、1が赤味噌、2が白味噌、みんなどっち食べる。味噌じゃない、味噌じゃない、あー透明なやつ、そういう人はじゃあどっちも投げよう。どっちが多いんやろ。まあどっちでもいいんですけど。
じゃああと10秒、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、お白味噌派が多い、イエーイ、ランの方が多いあ、割と僅差、白味噌の方が多かったです、以上どうでもよ、白美味しいよね。だからな、正月明けの1週間ぐらいはもう白味噌が余ったりするから、朝ごはんとかお餅で白味噌食べたりする、ん、逆か、白味噌でお餅食べたりする。赤味噌名古屋、あ、そうなんや。でもなんか名古屋は味噌カツのイメージする。味噌カツ美味しくない、あ、食べたい味噌カツって美味しくない、関東白味噌どうなんやろ。なんかランはずっと大阪人なんですけど、なんかパパの実家が奈良で、奈良その辺がすごい白味噌が有名みたいな雰囲気で きゅうりは入れん。ランはだいたい山芋じゃないや、里芋とお餅と鰹節かな、だいたい入ってるのは。そんな感じ。そう、そのバーバが作ってくれる白味噌の雑煮がマジバカうまくてマジ美味しいんですよ。だからあの里芋も大好きで、だからそう、正月はね、おせち料理はなんかあんま食べないんですよ。雑煮めっちゃ食べますそう、みんね、でも雑煮なんかよくテレビでもやりますよね、なんか各県のお雑煮みたいな山芋里芋なんかもっちりした お芋さんめっちゃ好きなんですよね、それ。そう、餅大好き、餅マジで大好きですらん。でもなんか赤味噌のお雑煮食べたことなくて、食べてみたいな。丸餅、あー、どっちやろ、なんかどっちも、なんかバーバーのとこで食べるときは、どっちやったっけな、どっちやろ、あんまり覚えてないな。なんか白味噌ってさ、お餅と一体化してあれやか、あんまお餅自体あんまり見ひんねんな。どっちやったやろ、丸かな。でも家に帰って、あの、そう、大阪の家に帰ってママに作ってもらうときは、だいたい家にあるお餅が四角やから、四角なんですけど、丸やった気がするたこ焼き入れそう、入れんだろあ、なんかたこ焼きで思い出したけど、なんか昨日パパが LINE でさ、なんかたこ焼きパフェみたいな写真送ってきたなんかマジで、なんかもうほんまのあのパフェのグラスあるじゃん、こう三脚三角形の、そのなんかパフェのグラスにたこ焼きとホイップとなんか乗ってるたこ焼きパフェの写真送ってきて、たこ焼きパフェなんかわら泣きみたいな絵文字で送ってきたで、ランは美味しそうと思って、なんかさ、なんか意外にマッチするみたいな食べ物あるやん、しょっぱい系と生クリームとか、なんかそういう系でマッチするのかなって思って、で美味しかったって聞こうってしたら、まずかったって先に来たまずいんかいって思ったけど、面白い。パパお茶目、そう、割とお茶目かもそう、まずいんかいと思ってお財布くん、カニありがとうございますあ、ウォリンスキーさん、クマンドウィッチありがとうございます。大阪の人は家に必ずたこ焼き器ってあるの、ランはありました、ランはあったよ。なんかそれでベビーカステラとか作ったことある。でも昔高校生の頃、配信でそのたこ焼き器使ってたこ焼き配信したよ多分この中で見てくれた人、多分ね、片手に入るぐらいしかいないと思うけど、うん、初見通りすがり失礼しました。あ、こんにちは、ママメロさん
チーム K 研究生の小林蘭です。よかったらフォローしてください。ボンちゃんこらそう、パボ結構面白めそうありますよ。みんなある？大阪に住んでる人。カッツンさん馬、サイカちゃんアイス、中地さんバラ、カッツンさんコキンくん、ありがとうございます。フェイビンとたこ焼き、楽しそう。覚えてる。お、さすが。なんかクリスマスシーズンやったんかな、なんか赤のエプロン着てた、着てやった。その頃はね、まだ分からん、今なんて何言おうとしたか忘れちゃった。今まだで止まっちゃった。キヤマさん、タコプーさんもタコありがとうございます。ユカルンさんやってた。あ、そうなの。でもな、料理そんなの手際よくないからさ料理一人で作って焦ってるだけで1時間終わりそうだ、なんかやってしまったら明日公園行くねって、待ってます。明日緊張する。13期さんと一緒に公園出るのがすごい緊張する。めっちゃ緊張するんやけど明日。まあでもね、さっきさんのファンの人にもすごいと思ってもらえるようにちょっと頑張らないと大財布くん、風呂敷安西先生、カニありがとうございます。たこ焼き、でもなんかママが昔たこ焼き屋でアルバイトしてたらしくて、そう、ママたこ焼き返すのうまいのよさいかちゃん花束ありがとう。まあ正直そこまで緊張してないけど、でも多分実際なんかね、明日になったら緊張するのもまだね、まあ、なんかその何したらいいやろ、ランがその13期さん公演に出るとかそっち側じゃないので、まあまだ同期が、同期っていうか、まあいつも一緒に出てるメンバーが10人いるのでまあ安心するとは、まあ、そこまで緊張しないけど、でもやっぱりなんかね、普段見ないファンの方にも多分見られると思うから、それはちょっと緊張しますね由良ちゃんがお好み焼き屋さんでバイトしてた。そうなの。めっちゃなんか人気そう、由良ちゃん分からんけど先輩いると燃えるねって、マジなんはチーム公演、リセット公演に出させてもらい出した頃とマジで公演出るたんびにもうマジで楽しかった。なんかなんか自分よりすっごい人たちばっかが周りにいるっていう状況が楽しすぎてめっちゃ楽しかったかもそら結構どっちかってた M やから、なんか昔からそうなんですよね。なんかあのなんやろ、 50m 走とか、そう、何スポーツテストでやるときとか自分より速いこと絶対一緒に走りたいっていうタイプでしたそう、負けるのは悔しいけど、でもね、自分よりすごい人が一緒になんか隣、ね、周りに行って一緒に公演するのってマジでめっちゃもう面白いわ、違うな、楽しいそう、緊だからその分緊張もすっごいするけどマジで楽しいマイパギアスアキさん、ハートありがとうございます。うん、そう、なんか19が久しぶりのリセットなんですよ。だからね、さっきランちょっとリセットコインというか公演のあのオンデマ見てました、リセット見てました。そう、ちょっとね、次
19日リセットあるので、ちょっと出たい欲をねちょっと高めようって思って。ティフイベ、そんなのやってるんですか今。星集め、あどうぞ全然また来てください。そうね、かなさんとパチドラ、それはやばいね。でもなんかすごい16期さんのあの正規の方たちすごいなんか出たいって昔から、昔っていうかなんか始まった頃から言ってくださってる方はすごい何人かいるんですけどね、いつかでも出るってなったらめっちゃかなさんとパチドラ出たらめっちゃ楽しそうこんばんは。通常公演19、そうかな、今日は何曜日だ、今日は何日何曜日だ、19はね平日かな、そう、生誕とかじゃないってこと、そうかな、知らない知らないや。15日今日かじゃん出るんだよ、あそうなのそうなの、ランちゃんパチャドラで1回しか見たことないよ、じゃあ2回目待ってます。ラン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 キング、そう忘れんねんあれ長いしさちょっとねめんどくさいなっていう内心でもそう、なんかパパと、まあ、また話ちょっと前後するんですけど、あのパーソーパパとね久しぶりにご飯行ってまあいろいろ喋ったんですけど、そうなんかすごいねなんか人生頑張ろうって思った。そういうちょっといろんな話したんやけど、ちょっと今頑張ろうって思ってるから、そうやっぱちょっと多分調子に乗ってないと思ってても、入って1年半ぐらい今経って多分内心どこかで調子に乗ってる自分がいるはずなんですよ。だからちょっとね、1年半のお前が何言ってんねんって感じかもしれないんですけど、もう本当に初期の初期に気持ちをね戻って、ちょっと最近もう一回もっと頑張らないとダメだなって最近すごい思ってるんですよ。これマジ建前とかじゃなくてほんまに思ってるの最近。だからなんかねしたいなって思うんですけど、そう最近そうすごい思ってるのマジでかしんさん花束ありがとうございます。パパ何歳なの、シークレットそうだからもっとショールームとかもなんか何やろ、なんかもう毎日やりすぎてなんかそうもう日課の一部に入ってるから、なんか流れでショールームもやっちゃうから、いつ毎日やっぱそうもっとねちゃんとなんかやんないとなって思うんですよね。何の話したの、それは内緒早く昇格したいとこだね。まあね、まあそれはまあ常にはそう思ってますけど、まあ焦らずまあね昇格して何かが変わるってわけでもないので、まあ、もちろんそれはしたいですよ、したいですけど、まあねさあまあまあまあそうですね、スタッフさんに早くこの子昇格させてあげたいって思ってもらえるように、まあやっぱ日々生活しといたらいつか昇格ができるものだと信じてるので、そう頑張ってますそうでも頑張ってますっていうのもやっぱもっと頑張ってからじゃないと言ったらダメだなって最近思うので、ちょっともうちょっとそう自信を持って頑張ってますって言えるぐらい頑張らないとダメだなってすごい最近思う急にやけどあの急になんですけど、なんかねさっき誰かがリップいいねって言ってくれたんですけど、見てそう女の子はね分かると思うけど、
男の人はまあなんかそうなんだって気持ちで聞いてほしいけどじゃーん。そう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 、見てこれ知ってる？みんな、ディオール知ってるんじゃないかな。あのデパコスですよ、ディオールのリップ。そのずっとディオール欲しくてパパに買ってもらったサンキュー、マジでありがとうパパ。ほらこんな箱なんて持っちゃって。そうそれ、まあ、安くはないよねって感じです。そうこれ、こう先は塗ってるの、え、めっちゃ可愛くない？そうパパマジサンキュー。なんかパパは自分の香水買ってたそう2つ買ってもらいました。これが、まあ、ティントっていう落ちにくいやつで、こっちはなんかマキシマイザーって言って、あのなんかスースーする成分が入ってるんですけど、その成分がなんか唇をなんかぷっくりさせるらしくて、そうめっちゃ可愛いの。これはじゃあちょっと YouTuber っぽく紹介しますね。こうかな。でもここ銀色やからね、物が映ってこう、ちょっとこれ裏についてるからどうやってやればいい、こうこう、ディオール、ん？ディオールアディクトリップティント451番です。451番、まあオレンジ。でもこの色ほんまに可愛いね、見て今塗ってる色めっちゃ可愛くない？なんかピンクとなんかね、なんやろ、ピンクオレンジが一緒になったみたいな色です。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。しかもこれがえ、青みピンクじゃないかな、なんかどっちかって言ったらオレンジ系かも。これあれ、あの匂いすんの、サーティワンのポッピングシャワーの匂いする。これマジそうこれマジなの。これあ、まあこんなんなんですけど、そうティントって言って、あの落ちないの、まあ落ちるんですけど、落ちない、落ちにくいティントです。これほんまに、それはリップが基本あのピンクなんですけど、いつもオレンジ系を最近挑戦したいなって思いまして、そうなので、まあオレンジではないんですけど、まあランの年代に一番合いそうな、まあすごい可愛い、なんかそうディオールのめっちゃ可愛い美人の店員さんに一緒に、そうパパに聞いても全然知らないので、お姉さんに一緒に選んでもらいました。なんかこれともう一個もっとピンクピンクしてる色と迷ったんですけど、でもこっちがなんかすごいランには合ってるかなって思ったんで、こっちにしてみました。え、これほんまにめっちゃいい匂いすんの、ほんまにな。31のポッピングシャノにする、これマジで持ってる人わかるかもしらんけど、ほんまにめっちゃいい匂いする。で次こっち、じゃん、これが同じくディオールのディオールアディクトリップマキシマイザー010番ホロピンクでございます。これもまあ可愛いのよ。これはそのまあグロスっていうか、まあ上に重ねる、まあなんかさっき塗ってみるらしいんですけど、これがねちょっと今手に塗ってみるわ。え、伝わるかな、ショールームの画角で。見て、あのキラキラしてる、ちょっと どの角度が見やすいやろ。めっちゃまあ塗ってるのはわかるじゃん。なんかピンクのまあグロスなんですけど、めっちゃね、そう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 、キラキラしてる、わかる？そうなの、そう、かわいいのかわいいの。そうそう、もったいないからあんまり使いたくないんやけど、そうこっちもちょっと塗ってみたら、そうほんまはねいっぱい広げて塗りたいけどね、もったいないからちょっとしか塗らないけど、見て塗ったらこんな色です。まあ発色は良い感じかなね。ここに塗ったら結構オレンジっぽいんだけど、塗ったらねすごいなんかランの口には合うのかな、ピンクっぽくなります。はい、こんな感じです。超かわいい。
でなんかお姉さんにこれティント塗ってなんか3分後に3、4分後にこっち塗ってねって言われたまあどうでもいいけどそう、もうこれずっと欲しかったね。まあ、色は、まあ、あんま知らんかったんけど、とりあえずそれはあのめっちゃ安いの使ってて、まあ、安いって言っても、まあ、あのまあ安、まあ、全然1000円以内とか1000円ぐらいの使ってて、そうそう、やっぱね、あの普段はまあいいんですけど、なんか公園やったらやっぱりあのそうしゃべったりそうする歌ったりするので落ちるんですね、やっぱり色が。でやっぱなんかちょっとまあリップからやっぱりちょっとねデパコス攻めるならやっぱリップからかなって思って、ちょっとね、なんか他もいらんのって言われたけど、いやそ急にな、そうただでさえそうランみたいなやつがディオール使ってんのに急にそれでね他の化粧品もディオールにしたら自分が調子乗りそうやからリップだけで大丈夫って言ってリップだけ買ってもらったそうこれマジで可愛い。なんで明日公園でこれ使いたいと思うので、まあ今も使ってるんですけど、ぜひ明日口にもチェックしてください。うん、お見送りの時じーと見る。おー、じゃあお見送りまで色取れないように頑張ってそうマイクね踊りすぎた口に当たっちゃったりするから、それで色取れちゃったりするんで、もうマジで可愛くない、もうマジで可愛いかわいい。正代さん、クマンドイッチありがとうございます。注目します。ぜひぜひ。もうマジでかわいい。まあ、もっとね、ランが、もっとなんか結果を出したときにまた次買ってもらうと。思ってます。ディオールリじゃない、 DDD 惜しい惜しい、ディオールです。 D 知らないですよね、そらラも絶対知らんもん、男の男やったらDD です。ラインイコールディオール、そらやめて、そのやはそらやめて、ラン自分が調子乗るからやめようランが調子乗ってまあそんなん言われたら、ランに行くと必ずリップ塗り直すの、あ、うん、塗り直す。オープニング自己紹介で帰ってユニット出る前に塗って、ユニット帰ってきて中盤出る前に塗って、中盤から帰ってきた僕の桜の MC 出る前に時間があったら塗って、でそう僕の桜とちょっとあのアンコールの着替えはすごい時間がないのでババッて塗りますね。塗れない時あるんですけど、たまにでもマジで嬉しい。パパで許して、あ、うん、パパはなんか自分の化粧品は買ってないけどなんかその香水をなんかで許の使ってたらしくて、パパがなんかなんか知ってたけどそうパパと服とか買いに行ったら、そらんやっぱ自分でそらん結構優柔不断やからパパにこれとこれどっちがいいと思うとか聞かないけど、もう知らんって知らんって言われる。全部一緒に見るかも知らん、自分の好きなやつにしてって言われないけどさ、やっぱいいね、一人でさ選んでたら寂しくなるからさ、何が どれがいいと思って聞くねんけど、もう知らんって言われるいつも。ケイタンさん、アイスありがとうございますそう、あでね、今多分時間経ったんですけど、これがそう普通のねリップって多分触ったらゼゼってなんねんけど、ほら、まあ、今までちょっと時間経ってんねんけど、もうあと数分したら完璧に乾くから、そうやったらほら触っても落ちないの。これがあそのグロスはねあれなんで、ちょまあ触ったらそらあれですけど、でもこのグロス色マジで可愛いそうこすってもねすごいでしょ、ほらほら すごくない。だから公演の時はねやっぱティントがすごいいいですねもうなくなったら
もうなくならんように、もうどうでもいい時は使わん。エデンさん、カニありがとうございます。マスカラもおすすめ。あ、そうなん。だからマスカラはあれ使ってるね、あのヒロインメイクの茶色を使ってますね。たまに黒使う、基本茶色か。普段は茶色、公演の時は黒使ったりするけど、いいのよ。でもなんかさ、マスカラってのはなんかどこのだ、あのそうそう、まあね、しつこいけどまつげが長いので、そもともとだから、マスカラはね別にまつげを伸ばす、そんなにまつげロン、あのロングはそんなに重要視しないから、マスカラだけからどこのでもいいタイプなんですよね。まあでもいいならね試してみたいけど。うん、買ってあげるよ。お、うん、いやマジで嬉しい。もうね、これずっと眺めてられる。なんか昔っていうか、小学校とか中1とかその時はもう化粧はまあしたとしても別に、なんかね、なんか高校生とかなんかマジこのリップ可愛いとかなんかよくさなんか言ったりするけどさ、大人とかもお姉さんとかも可愛いかとか思ってね。そうだけど、やっぱね、やっぱ脳ってすごいね、年頃になったらやっぱねすごいわ。うん、なんかやっぱ化粧品ってやっぱすごいね。なんかね、昔はね、なんか何が可愛いんやろとか思ってたけど、やっぱ最近やっぱ JK になって化粧品がいろんなものが欲しくない慣れてきました。うん、いつ頃から化粧品好きなんだ。いつやろ、いつかな。化粧はね、化粧自体は割と前からしてたんですけど、でも自分でやったり自分で興味持ち出したのは修行中の途中ぐらいかな。結構最近。そう、なんかね、修行中の途中ぐらいから、だから修行が始まって、やっぱそう、それこそ萌歌とかがすごいメイク品いっぱい持てたり上手やったりして、そうやっぱね、先輩とかみんな化粧品、化粧上手な人とかいっぱい周りにいて、それでね、やっぱりいろんなメーカーとか知らんかったけど、みんなの影響で知ったりして、すごいそっから気になったりして、そうね、 AKB 入ってからかな。ひょうきん大作戦さん、コキンくんありがとうございます。 MC でも話してた、焦ったっけ、忘れた。いつ話してたっけ。もうこれ持って今日話そう。みんなに見せびらかしながら今日配信しよう。はい、まああとちょっとしかせへんけど。あ、やばい、めっちゃ反射する、キラキラして。マジかわいい。女の子はねおすすめ。今まではエチュードハウスのなんかアイス型のリップ、あのティントと、まあ、でもティントって言っても全然ティントじゃなかったんですけど、となんかセナタンがくれた、あの何だっけ、忘れた、セーザンヌやったっけな、の赤のティントじゃん、リップ、まあそれはね今後も多分使うんですけど、ベースとなるあれはこれですね。でもマジで可愛い。そう、箱もね、その辺の箱やったら普通に捨てるんですけど、箱もしっかり取ってます。てかさ、なんか持ち手長くない？なんかイヴ・サンローラン、イヴ・サンローラン、あれはまだ手出してない。イヴ・サンローランはまだ手出してないわ。でもなんか岡田がイヴさんのなんかあの何だっけ、
あの下地、化粧下地、下地の下地っていうか、なんかもう化粧する前に塗る、なんだったっけな、名前忘れて、なんかすごい毛穴がきれいツルツルになるみたいなやつを使ってて、水圧にすごい良いって言ってたから気になってるんですけど、まあランはまだイブさんには手が出せません。ディオールには手出しちゃったんですけど、ほら箱もしっかり取ってます。こっち逆か、うん、シャネル、シャネルはまだまだですね。シャネル、シャネルは生意気すぎ自分、そうえ、もう手がいい匂いする、さっき塗った手が、手が触っていいわ。もうこれで食欲紛らわせれる、マジで自分のリップで。グッチ、グッチなんてもう大学生に入ってからですね。もし買えるとしてもグッチは絶対まだ買わない、生意気すぎ自分マジでいい匂い。学園に置いておいたら使われちゃいそう。そんなね、悪い子はいないよ。そう、明日だから公演楽しみ、マジで。誰かとチューするってなったらラン絶対これつけといてほしいこのリップなんかね、ビンゴとかでよくあるじゃん使う子いる。いやでももうお姉ちゃんとかなったら年上組は持ってる子多いと思うけどお金の使いそういいや、オカリナをどういう人だと思ってんの、使わんだろう。でもなんか空がなんか何やったっけな、シャネルのなんかリップを1個持ってて、その色柄めっちゃ好きやの、まあ、だからまあもっとランもね大人になったらちょっと買ってみようかなとか思うんですけど、めっちゃねランが好きな色のピンクのリップを持ってて、それが超可愛かったの。うん、おたたちみんな塗ってくるかもいや受ける。そうね、そうだからランのことは、ランはまだまだ多分みんな子供やと思ってるから、そういきなりねそんなブランド品やったらみんななんでってなるから、リップです、リップだけ安心してリップだけですうん、ティファニー、ティファニーって名前しか知らん。派手なブランドも将来身につけてそうって、どうする、ヒョウ柄の、で髪の毛ヒョウ柄にしたらどうするお盆にパジャドラなかった、どこぞで飛行機なんて感じで行く、え、どういうこと、お盆にパジャドラなかったら、え、ごめん理解できんかったえ、どういうことシャネラ、やば、言葉怖すぎそうですよ、リップだけね、リップだけです、安心してまあでもね、そろそろちょっとね、高校生になったので美容を持って、そらすごいね、最近すごい興味があるの。かわいいなんか後ろに真っ白の棚とか置いて、なんかこうやってリップ置きたい、ちょんってにパジャドラなかった日帰り飛行。オッケー。
去年のジャバジャのコンサート見て、あ、見たの、ありがとう、ドラさんかわいい、嬉しい、ありがとうございます。でもなんかよく昔の写真とか振り返って見るのは好きなんですけど、なんか去年の初めて出たあの4月1日のあの何やったっけ、埼玉スーパーアリーナでやった春コンに初めて出させてたんですけど、その時の写真が自分ぶっさいくすぎてマジやばい、もうそんなことないよとかいうレベルじゃなくて、ほんまにマジでブサイクやな。なんかブサイクっていうか、なんかイモすぎてさ、メイクもほとんどしてないかったから、いやマジで面白いの、その写真がめっちゃ面白い。そう、いやマジでめっちゃ面白かった、ほんまに面白かった、マジで面白かった。マジウケる。そう、空とその写真見て、いやこれはブサイクやわって言って、マジでね、マジネタじゃない、ガチでブサイクやった。なんかそう思ったらね、いや可愛くなったなと思う、まだまだですけど、ちょっとはね。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。何分だろう今。あ、そんなにやってたら30分ぐらいしか経ってないと思ってた。やば、全然30分ぐらいにしようと思ってたのに、ちゃんと1時間経ってるやん。やば。じゃあランキング、じゃあ、はい、ちょっとやってみよう。ランダランダンランキング、今から読んでいきたいと思います。はい、さゆかちゃんくまんどいちゃん、ありがとう。ランキング読みます。13位、ランちゃんめんこい、やすあき、ありがとうございます。12位さいかちゃん、11位プースケさん、10位ひよこさん、9位ひらちゃん、8位ミシュランさん、7位ケイタンさん、6位ケンタとナツメグランカナさん、5位シコちゃん、4位エデンさん、3位ガッシアとありがとうまたさん、2位ソッチさん、1位マイケルさんです。ありがとうございます。ありがとう。ラッキーランちゃん、はい、たん、さおとめしおりさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。ラッキーです。はい、イエーイ。皆さん、スペシャルゲストありがとうございました。ハートとハートじゃないや、間違えた、星もありがとうございました。じゃあ5631人、ありがとうございます。明日は朝配信しな、明日は朝だ、明日は公演なので朝やります。明日多分マジで15分とかしかやらんと思う、多分朝やります。よかったら来てください。じゃあ終わります。ありがとうございました。キラーン。バイバイ。あ、よかったらフォローしてください。バイダーン。ありがとう。